こんにちは、JAB明石でございます。今日は平成22年式、日産セレナですね、ハイウェイスターの V セレクションになります。そしたら傷の方からちょっと見ていきたいと思います。大きな傷、フロント周りはないんですけども、ドアとかにね、結構やっぱ奥さんが乗らせた車なので、ちょこちょこ傷が、ちっちゃいのはちょっといろいろあるんですけども、まあ、あの目立つって言ったらこの辺とかにちょこ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 傷があるんですね。でそれとこちらのエアロのここですね、何かぶつけたんでしょうね、ここね、塗装が剥がれてしまっています。ここにもちっちゃい傷があります。それとここですね、ちょっとへこみがあるの分かるでしょうか。ここにへこみですね、エクボがあります。その下にちょっと線傷っていう形になります。全体的に言ったら綺麗なお車なんですけども、まあ、ちょっとこれ磨きも内装も全て今終わりました。あとはフロアカーペットをつけるだけっていう状態なんですけども、こちらがですね、全体的には綺麗ですけど、小傷がちょっとやっぱり結構あります。磨きで全部結構綺麗に落としたんですけども、どうしても落としきれないところとかもあります。細かい傷がかなり多いというのをちょっとご承知の上お願いいたします。それとこちらですね、フロントをちょっと修理しております。カーセンサーの検査を受けるまでは一応事故ありにしておきますけども、ちょっと微妙なところだと思うんですけどもね、はい、そんなところです。ルーフです。ルーフの方も見えますかね。一応磨き全部終わってます。ワックスの方も塗っております。じゃあ車内の方入っていきたいと思います。両側オートスライドドアです。それとよいしょ、こちらですね、多分あれ純正のナビゲーションだと思うんですけどね。あとこちらリアのフリップダウンモニターですね、アルパインになります。見えますかね、アルパイン製です。はい、嬉しい機能です。よいしょ、両側オートセルドアの、スイッチ類ですね、はい。こちらが、電動格納ミラーのスイッチです。ビルトイン ETC とインテリジェントキーが1個あります。それと距離の方が 43,162km です。オートエアコンになります。ごめんなさい、後ろもオートエアコンがついております。それとこちらですね、買い取りをした時には、レザー調のシートカバーついていたんですけども、ちょっともボロボロだったので外させていただきました。はい、両側全自動です。全自動はい、こんな感じでリアシートです。それと3列目シートこちらですね、はい。ちょっとこういうこのシミとかありますけども、これちょっとレザー調シートの跡じゃないかなと思うんですよね、これね。何か汚いものがどうのこうのではないと思いますと思うんですけども、申し訳ありません、 100% そうとは言い切れません。エンジンルーム入っていきたいと思います。よいしょ、エンジンルームです。相変わらずエンジンルームは特に掃除しておりません。こんなところを掃除して調子がおかしかったら困りますので、エンジン音です、特に問題はございません。こちらの方は私の元同僚の、営業マンの方が、ずっと面倒を見ていたお車です。調子の方はバリバリよろしいかと思います。もう一回ぐるっと回ってみたいと思います。
画像や動画だと結構ね、結構綺麗に見えるんですけども、じゃあ実際ちょっと綺麗に見えます。ちょっと私の方が今日半日かけて磨きしましたんで、朝から、自信を持って、綺麗だと思います。そしたら、お客様のお問い合わせをお待ちしております。J ボヤ菓子店です。車変えてる専門店です。0789393070です。車買い取り専門店ならではのプライスでお届けさせていただきます。他の中古車業者さんでしたらオートオークションからの仕入れになりますけど、私どもは 90% ぐらいですかね。最近やっぱりちょっとオークションからも買ってきてはいるんですけども、 90% ぐらいはユーザーからの下取り車もしくは買い取り車を販売しにさせていただいてます。そしたらお客様のご連絡お待ちしております。0789393070、J ボヤ菓子店と申します。失礼いたします。